第34回アメリカスカップは2013年9月にアメリカ合衆国サンフランシスコで開催されたヨットレースのシリーズ。前回大会の覇者である BMW オラクルレーシングが所属するゴールデンゲートヨットクラブがホストを務める。本大会では前回行われなかった挑戦艇決定シリーズが復活するほかレースに使用される ヨットの規定が大きく変更される点が特徴である。本大会では統一ヨット企画として AC45、AC72 という2つの規格が新たに定められた。どちらも総動線である。第32回大会で行われたルイ・ヴィトンアクトに相当する前哨戦シリーズとしてアメリカズカップワールドシリーズが2011年から2013年にかけて行われる。 2011年8月6日から14日、カスカイス2011年9月10日から18日、プリマス2011年11月、サンディエゴ2012年4月、ナポリ2012年5月、ベニス2012年6月、ニューポート2012年8月、サンフランシスコ2012年10月、サンフランシスコ2013年4月、ナポリまた、 アメリカスカップに参加する次世代のクルーを育成する試みとしてユースアメリカズカップを開催しようという案も提唱され最終的にレッドブルが冠スポンサーとなり2013年2月に予選同年9月に決勝を行うことになった最終的にエトンズがルイビトンカップを勝ち抜き挑戦艇となった1オラックルエスビクトリーズインレイセズ 4&8 ディド ノットアワードポイント、デュー due to the penalty imposed by the jury, にオラクルユーズドゼアポスポンメントカードアフターレース後、キャンセリングザセカンドレーススケジュールド h e セプテンバー o 1 0サンウィズチームニュージーランドリーディングデューリングザサードレッグザセカンドレースオンセプテンバー14ワズ、アバンダンドバイザレースコミッティデューツーザウィンドイキシーディングザロードマキシマム四棒スレイセズオンセプテンバー1 7 アンドザセカンドレイセズオンボースセプテンバー18アンドセプテンバー19ワーポスポンドデューツーザウィンドイキシーディングザロードマキシマムビヨンドエイリーズナブルスタートタイムゴーィズチームニュージーランドウェルアヘッドインライトウィンズニアザエンドオブザフォースレックザハーストレイスオンセプテンバー20ワズアバンダンドバイザレースコミッティデューツーザレイスイキシーディングザ40 ミニットタイムリミット、6ボースレーセず、オンセプテンバー21はポスポンド、バイザレースコミッティ、ドゥーツーザーウィンドディレクションノット、パーミティング、エーフェアレイングオブザレースコース、7ドゥーツーザレート、スタートオブレース16、エーセカンドレースワズノットセールド、オンセプテンバー23ドゥーツーザー午後2時40分、カタフタイムフォーレーシング。ありがとうございます。